11年間ずっとあのセルシュあ、LS から来て新しく、はいはい、11年ぶりに形が新しくなってもう全部新しく作り直してて、あ、実際にあれですか、何台かっていうか乗られたことっていうか運転されたことっていうのは。私ですね、はい、RC はないんです。あただ LC と LS はあります、はい、あ、どんな感じ。お客様と一緒なので、はい、ちょっとこうスピードを出してっていうのがちょっとできなくて。あ、まあ、確かにそうですよね。ただあの、まあ、10速なので、まあ、3.5 リッターのツインターボで、まあ、低速からしっかり。あ、そうですか。なんでね、小気味よくっていうんですか。あ、減速もそうですね、あの CVT とは違う余裕のある減速っていうんですか。あ、そうですか、はい、ハイブリッドって CVT ですね。ハイブリッド CVT ですね。いろんなエンジンのストロークも10センチ長いんですよ。あ、すごい。エンジンのストロークは長いんですよ。普通83とかぐらいしかないんですけど、ツインターボ100ワットなので燃焼効率もいいですし。あ、すごいですね。乗って感じていただくのとはまた若干違うところもあると思うので、まあまあ、そうですよね。ちなみに LC はどんな感じですか。 LC は、はい、まあ、クーペなので、はい、見た目あスポーティーだなっていう見た目のこう速さを感じると、はいはい、実際乗って速い感覚っていうのが、まあ、2つ楽しめる車です。あ、で実際スピードは出してないですけど、はい、エンジン音はかなり 5000cc ですから、はい、かなり聞かせてるような。そうですね、まあ、映像なんかで見るとそうです、ね、結構聞いてるんですよね。冷感時のエンジン音はメルセデス BM よりも LC がいいです。最近コンバーチブルが出て。ああ、そうですね、はい、ラインにあったりしますか。まあ、新車で出てるんですね、はい、もうオーナーさんは、はい、抽選で。抽選なんですか。抽選なんです。あの青の LC のコンバーチブルだけ、日本で40台。あ、まあ、40台しかないからもうダメなんだ。じゃあ群馬県ではいなかったですね。抽選に当たらなかったんです。申し込みはもちろんあったんですけど。あれですか、それって業者さんが多いんですか、それとも個人で。そこまでは分からない。結構たまに乗るじゃないですか、業者っていうか車屋さんに、はいはい、ああいうのって業者が取っちゃってるのかなって思ったら、そういうのないんですかね。ただオーナーさん用ですから、業者さんもまあ社長名義で。あ、そっか、購入してないと。そういうことなんですね、はい。LS の方を見るとすごい造形なんですね。でかいですね。40K でかいな。5メーター20ちょっと。後ろに乗る。後ろに乗るってなるとフォードは便利だし、そうそう、ね、ほとんど使えないですもんね、見ると。LC ですか。鉱石っていうか。ああ、使えないですよ。スーパーツーみたいな感じですよね、はいはい。結構乗られる方いらっしゃいますか。後ろに座って見てどうかっていうのを確認したいって。いや、見れば分かりますよね。結構もらえます。一応、まあ、なんだ、海外の税金とかの対策で、はいはい、一応後ろはつけてるっていうような感じっぽいですよね。なるほど。アメリカとか厳しいらしいですよ、ツーシーターは。いやー、すごいですね。このあのシートにパンチングされて、さらに模様が入ってますからね。これって何なんですか。オプションかなんかなんですか。いやいや、F スポーツは標準なんですか。そうです、はい。はい。アイドリングは静かなんですね。結構。そうですね。2万9000キロ、はい。オプションですか？デジタル。あ、オプションです、ね。ああ、すごいね。あとなんかオプションとかってついてます？はい。マーク・レビンソン。マーク・レビンソンもついてます。はい、LS だと100万コースですか、やっぱり。そうですね。こういうところまでやっぱね、川張りなんですね。ここもそうだ。
後ろも同じような感じですね。やっぱ広いな。広いですね。これ普通に下がっててこれですもんね。なんかここってあのついてるんですか。ああコントローラーついてるんですね。V6 のツインターボ。かなり。カバーしてあるので。あ、やっぱ今はそうなんですね。昔の車みたいに出てない。あ、いいですけど。綺麗にあれですね。あらららららら。あ、でもまだすごい状態綺麗ですね。カバーすごいですね。すごいですね。ああ。これここ取るので結構時間がかかっちゃう。これも演出なんでしょうね。そうですね。ちょっと見れると楽しいですけどね。そう、なんかターボとかね、昔はこう見えてたんですよね。そうですね。これプリクラッシュ。はい。シルバーもいいね、いいですね。ライトのレンズも。これですよね。これ単体やばそうですね。はい。これはこんなにいっぱい。なんですかこれはっていう感じですね。はい。ロービーム、はい、コーナリングランプ、はい、デイライト、あ、デイライトなんですか。まだいくつか確か。そうですよね。ここもそうですね。これはすごいですね。造形が大きいですね。改めて。